サー・アーサー・サマベルは、イギリスの作曲家。1890年代から1900年代にかけて、イギリス音楽のルネッサンスにおいて、ヒューバート・パリーの後の世代として、最も成功を収め、影響の大きな歌曲の作曲家の一人。連作歌曲、モードの表紙ブーセ &CEO、1898、サマベルは、ウエスト・モーランド。 ウィンダミアでケーシューズ創業家の息子として生まれた。最初の教育はアッピンガムスクールとケンブリッジ大学のキングスカレッジで受け、そこでチャールズ・ビリアーズ・スタンフォードに指示した。彼は1883年から1885年にはベルリンの高等を音楽学校で学び、1885年から1887年まではロンドンの王立音楽大学において、 パリーの下で学んだ。彼はフリードリヒキールに作曲を指示している。サマベルは1894年に王立音楽大学の教授となり、1895年から1897年のリーズやバーミンガムの音楽祭では自作の式を行った。彼は1901年に教育委員会とスコットランドの教育部門の音楽研究員に任用されている。 彼は、生前に、見捨てられた、人形と小座法政権ワーマン、不滅の暗示インティメーションズ・オブ・イモータラティ、キリストのジュナン・ザ・パッション・オブ・クリストといった、合唱作品によって、成功を収めたが、現在では主に、モード・モドや、シュロップ・シャーのワコード A、シュラプ・シェア・ラットのような連作歌曲で知られている。彼の有名なヘンデル作品の開作である、 静かなる祈りサイレントワーシップは1996年の映画絵まで取り上げられた。サマベルの作風は保守的であり、メンデルスゾーンとブラームスの影響を伺わせる。彼は教育活動にも積極的に関わっており、1920年には教育委員会の首席音楽研究員になっている。彼は1929年にナイトに助せられた。 1930年作曲のバイオリン競奏曲はアディラ・ファキーリに検定された。海の公共曲に単調は作曲から100年経った2011年に世界初録音が行われた。この曲は1912年作曲で二学賞のアイカが同年南極会で消息を絶ったスコット大佐を記念している。役中、英国の音楽批評家フラーメートランドが提唱した。 19世紀後半から20世紀初頭にかけての時期。主に王立音楽大学で学んだ音楽家たちがヨーロッパ音楽からの影響から解き放たれ、自国の語法をもって大陸の音楽に引けを取らない作品を生み出した。役中、イングランド北西部に位置するカウンティ。役中、ラトランド、アッピンガムリーズの市民ホールの完成を祝って1858年に、 始まった音楽祭。1874年からは3年ごとに開催され、1985年まで続いた。役中、1784年から続いていたバーミンガムの古典音楽祭。資金難と第一次世界大戦勃発により、1912年を最後に行われていない。サマベルはヘンデルの三幕のオペラ、トロネオ、 英語歌唱によるピアノ伴奏歌曲に仕立てた。クシュズ。2012年10月14日閲覧。サマーベル、アーサー。A. ケンブリッジローナイデータベース。ユニバーシティー・オブ・ケンブリッジ。テニスンの詩による。ハウスマンによる作曲の中で最初に知られたもの。ムシカル・タイムズ・アンド・シンギング。クラス・サーキュラー。Google グ Books グ。マーチ1・イジ。1913。 ページーズ175から6リポーツ A パフォーマンスパーハップスザプルミエールオブザワークオンフェブラリー17オブザトイヤーありがとうございます